前ももと外ももの張りとおさらばしましょう。まずは上半身を丸めてつま先を持って引っ張ってください。太ももの血流が良くなりすっきりします。反対です。つま先を持てない方は足首を持ちましょう。自然な呼吸を心がけてください。次は腰が反らないようにお腹をやや丸めて膝を床にタッチ。余裕がある方は手のひらすべてを床につけましょう。反対です。凝り固まった前ももが伸びると骨盤の傾きが正しくなり反り腰が改善します。床に触れている足側に体重を乗せてください。意外かもしれませんが、太ももの張りをなくすためにお尻の筋肉を伸ばすのは必須です。首の横の筋肉が刺激されて股関節の動きが良くなり、前もも外ももへの負担が少なくなることでほっそりします。膝を立てた足に体をぐっと近づけます。お尻の伸びを感じられるとつながっている太ももの筋肉にも効いて足が痩せます。反対です。痛気持ちいいと感じた方はお尻が凝り固まっている証拠。より効かせるためには背筋を伸ばしましょう。お疲れ様でした。必ずスッキリ太ももになれます。一緒にコツコツ頑張っていきましょう。